皆さん、こんばんは。ちょっとドキドキしますが、ママは住民ディレクター、一応第7回の放送を開始したいと思います。今日は、お知らせをしている通りというか、身内にしかお知らせしてないんですけれども、杉並の荻窪に金子友禅さんという、江戸友禅の、金子直美さんという作家さんが、いらっしゃいまして、第3回のゲストに来てくださった尾崎さんにご紹介をいただいたんですけれども、その金子直美さんが、今回ミラノで和の国無限プロジェクトということで、もちろんご自身の江戸友禅とか、あと大分県の日田のご出身でいらっしゃるんですけれども、日田はそれこそ本当にこう下駄とかいろんな工芸品あるんですけれども、その日田の工芸品ですとか、日本のこう、文化を紹介し、もちろん紹介するだけじゃなくて、現地の方にこう買っていただいて使っていただくという、そういうプロジェクトをミラノでおやりになると聞きまして、で本当に近所に住んでいながら、全然日本を相手にしてないかもしれないですけど、全然存じ上げなかったので、もう本当に突撃で、お忙しいとこ恐縮だなとは思いつつ、ちょっと中継で皆さんにお伝えするお手伝いというか、一緒にやらせていただけないかなという無理なお願いをしたら、快く受けてくださって、で、そのプロジェクトを紹介をさせていただきます。で、ただ今日はもう本当にテストということで、現地本当にお忙しいと思うので、お母様の支援を日本で今はしてくださってる、娘さんのきほさんとやり取りさせていただいて、今日を迎えましたけれども、今日現地がどうなっているかは、12時にスカイプをつながせていただいて、私も初めてというか、お聞きするということで、今日は本当に本番に向けたテストの放送という位置づけでございます。で、本番は杉並テレビから、来週14日火曜日の同じ時間に放送しますので、今日は本当にテストをちょっとユーストリームで放送させていただいていると、いうことです。で、ミラノとつなぐ前にですね、江戸友禅ってやっぱりあんまり馴染みがないんじゃないかと思うので、ちょっとだけ本当にまだ私の知識が浅いので、この映像もテスト映像なんですけども、ちょっとだけ取材というか、金子直美さんに江戸友禅を教えていただいた映像があるので、それをまずご覧ください。その扇の絵とか襖絵を描いてた絵職人が京都にいて、その人たちが江戸時代に神田川流域に移り住んで、そこから江戸友禅っていうのが始まりなんです。で、その江戸友禅っていうのは京都とどう違うかって言いますと、京都はものすごくきらびやかで古風な家にちょっと合うようにいっぱいの色、いろいろな色を取ってやりますけれど、江戸友禅の場合、単彩にあげるっていうのと、藍を基板にやるっていうようなのと、糊味を効かすっていうのがありまして、その間糊で江戸前に粋にあげるっていう、そういうやり方をするのが、やはり東京だと特に色が氾濫してるので、あっさり好みの方が、粋にあげるのの方が喜ばれるので、そういうのを主体として江戸友禅って言っております。のりを置くの、このライン、これ分かります？これ全部のりなんですよ。ここにこうのりを置いゴて。ムののりが今置いてあって。で、これ最後洗うと取れるんです。白になこののりが全部、そうするとこれだけいっぱいの友禅を作ってる人っていないと思う、誰も。だから誰もやらないことがやりたいな 皆さん江戸友禅だとほとんど着物とのれんとか、
貴重に作るとかその程度ぐらいまでしかやってないと思うんですけれど、私はその向こうの人とのコラボレーションで洋服を作るとか、今はワンちゃんソファーって言ってワンちゃんの犬用のソファっていうのがあるんですよ。人間の一人掛け用のソファーを犬用にちょっとミニチュア版にしたようなのでの可能性で、これにも表現できます、あれにも表現できます、でスカーフからそのバッグからもういろいろです。だからこういうものを作って、これもやはり印刷しても販売するっていう形を取りますので、そうやってその一つのものをこれ作って、これをこのままもう売っちゃったらもう次またこれを作んなきゃいけないというような、でそれ何ヶ月もかかりますのでね。だから印刷でこれを買わなくとも印刷でもこの雰囲気が欲しいっていう人は世界中にたくさんいると思うので、だから普及という意味ではそういうふうにしながら、継承という意味では弟子たちを育てて夢を持たせて海外まで行って認められるように皆さんなってもらいたいと。それが継承の部分。そうだね、ノウハウを覚えて、学校の勉強をどうすればどの学校に受かるか、そういうような今やり方をこういっぱい教えてるでしょ。で本来着物とかでも着付け教室なんてなくったって簡単にできるのに努力しようと思わないのね。そこに訓練っていうのは必ず必要で、その訓練っていうのは動物的な感覚、右脳の方を鍛えることで、それをうーんと鍛えてると融通性が効いて幅が出てきて、何がどう進めばいいかとかもちゃんとそこに道が見えてくるから、何の勉強でも一緒だって、私は仕事でも何でも一緒だと思うの。そこをずっと突き詰めてどれだけやるかによって、音楽でももう本当に全部世界中つながる部分っていうのがあるっていうのは、この友禅通して私は知りましたね。本当にいろんな国でそれを実践とかして見せてるうちに、ものづくりの人たちって自然と集まってくるから言葉いらないんですよ。でみんなが集まってきてわわわわってこうやってやるのよ、ああやってやるのよって、こうやってる間に仲良くなる。その仲良くなる中でどういう人を選んでいくかっていう時に、嘘をつかない、正直である、素直である、もうね真摯な態度が一番ね、そこさえ抑えて、でその人がブレないで一本通して生きてれば、そこあたりだけでネットワークって素晴らしいネットワークができていくっていうのは、どこもね世界広しといえど価値観のいいところ同じ。いかがでしたでしょうか。今 VTR でもお話しくださってたんですけれども、その、江戸友禅を通じてこう培ったというか、やっぱりこう追求して、至ったその直感と、やっぱりそのものづくりの魂というかで、本当にこうネットワークが広がって、どん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 こう仲間といろんなことができてくるんだよっていうふうに教えてくださったんですけれども、今日ご紹介させていただく、このミラノで今展開されておられる和の国無限プロジェクトというのも、そうやって始まったプロジェクトだというふうに伺いました。で和の国無限プロジェクトを今日ご紹介するわけなんですけど、ご紹介させていただくわけなんですけど、一体何って